to the city with a suitcase in my hand. 見て見て見て、そう昨日ね、友達が持ってきてくれた、買って持ってきてくれたさ、セビーチェなんですけど、これいや最高に美味しそうです。でこのパリパリもね、一緒にね持ってきてくれて優しい、本当にありがとう。私さ、アルゼンチンに行った時にセビーチェにめっちゃハマって、それ以来ね大好きなんです。いただきます。はい、みなさんこんにちは。風強いかも、ここちょっと失敗かな、風が強いかもしれないですけど、ごめんなさい。はい、というわけで今日は2022年、またですね2022年7月24日日曜日、いつも通り3時半あたりです。今日もね、今日は、あ、そう、最近ね、なんかね、目覚ましに頼らずともうさってさ、なんか朝目が覚めるんですね。めっちゃいいことやん。で言ってもさ、夜はさ相変わらずの深夜2時3時にしか寝ないんですけど、そうそうそう、なんかね7時とか8時ぐらいにさって目が覚めて、でそっからもう決めた、午前中は絶対自分の時間、自分のために使う時間と思っていろいろやって、あ、何もない時はね、仕事前、何もないっていうか仕事だけの日は、友達とか知り合いとの予定がない日はそうやってしようと思っていて、で1時間30分から1時間ぐらいお昼寝タイムを設けて、でそこから1時間歩いて出勤して、でそこから働くっていうスタイルに、ここさ数日したんですけど、この感じがめっちゃ良くて、そう、この仕事もねまた売り上げ更新できてすごい良かった、すごい良かったっていうか、まだまだ改善点もたくさんあるんですけどね、もう本当頑張るしかないな、楽しくなってきた。もう多分私今目つきがちょっと変わったかもしれない、本気になってきてるかもしれないっていう、ちょっとね、なんかなんだろう、いや、こういうの久しぶりかもしれないって思って、ちょっと楽しいです。最近ハワイ生活もいいなって本当に思ってます。まあそれは全てやっぱり出会う人だったり、いやそこだな、多分一番は出会う人がめちゃくちゃいい、ハワイで。本当にニューヨークでも良かったけど、なんかね、ここの街に来てもっと自分っていうものが確立できたっていうか、なんかね、こうニューヨークいるとどうしても忙しい忙しいでいろんなことが後回しになってたんですけど、ハワイいるとやっぱりこうゆっくりしている時間の中での自分との向き合う時間もめちゃくちゃ増えたし、だからやらなければいけないことをちゃんとやれてるような気がしてます。そう、ニューヨークいるとさ、もう刺激だらけで、毎日が忙しくて毎日が楽しくてっていう感じで、自分と向き合うなんてことね、する時間なかったけど、今ハワイにいるとやっぱこのみんなのね散る具合もいいんですけど、まあこれにね持っていかれないようにね、持っていかれすぎないように気をつけないといけないっていうところが一つ、私のハワイに染まらないね、そう、そこはあるんですけど、そう、まだまだね、20年後ぐらいだったらもうめっちゃハワイに染まりたいけど、まだ早いので20年間はハワイに染まれませんぐらいの気持ちでね、ニューヨーカーの心を忘れずやっていくって決めたんだ。そうだな、この先どうなるかまだわかんないけど、いろいろが
でもまあ自分のね心に正直に、あとね直感を信じてやっていきたいなって思っています。いや、すべてのさ物事を決めるのもやっぱ自分だしね、最終的にはこう誰かに相談したとしてももう結構自分の中で決まってるよね。相談するときとかもさ、自分はこう思う、でも人の意見、人の後押しが欲しいみたいなさ、私は結構そうかもしれない。でもまあ自分のね直感は本当に大切にしているから、この直感を頼りにこれからもハワイで進んでいけたらなって思っています。なんだろうね、直感って、直感ってなんだろう。本当なんか昨日こう文章書いてて思った、日記書いてて思う、あ、毎日今ちゃんとね日記ね、好きな日記をさ結構前に買ったじゃないですか。それを毎日書いていて、でそこで直感っていう言葉を、なんか直感になんとかかんとかっていうことを書いたんですけど、直感ってなんだろうなって思って、自分の中での直感何って言われても分からんよね。なんかあるんですよね、ビビビってくるものがさ、人だったり物だったり出来事だったり。そうだって私の今回のこの仕事のことだってさ、本当に直感と思う。その、あ、信じてやってみようとかさ、一回しかお会いしてないのに、あ、ここだって思ったこともやっぱ直感だと思ってるし、ねえ、直感ってなんかわからんけどすごいよねっていう、そんなまとめになってしまいました。あ、シャワーツリーが結構咲いてきてる、綺麗、見える、みんな、これね、これね。ちょっとさ、今日はさ道を変えてこっち側から来てみました。ヒルトン側から、ヒルトンビリッジ側から、そしたらさ、日なたばっかりで暑くて暑くてたまらなかったです。はい、そしてね英語のね課題、来週まあ1週間ちょっとぐらいが言えない、1週間ちょっとぐらい後ぐらいから、なんかおかしい日本語、そう、英語のねコーチングが始まる予定なんですけど、いやー、どうなるかな、楽しみ。まあ、それもさ、その様子をさ YouTube に残したらいいんじゃないかってちょっと思ったんですよ。でそのコーチも子も YouTube 自分のチャンネル持ってるから、あ、いいかなって思ったけど、それってさ、私のさこの下手な英語を世の中に晒すわけかとか思うとさ、めっちゃ恥ずかしいんだけどって思うけど、でもどなたかのさ勇気になれたり、私も頑張ろうとか思ってくれるなら、あ、やってもいいなって思ったりさ。見たいですか皆さん、私のリアルなこういうゼロの、まあ、ゼロではない、1ぐらいから100にはなれないな、そうだな、1から60ぐらいに、1から60って結構だな、1から50にしよう、1から50。ビジネス英会話とかはもちろんできないけど、もう本当に日常会話困らないぐらい、日常会話じゃないな、なんだろうな、でもビジネスも必要か、あ、どうしよう、そこはちょっとどのくらいのレベルまでいくかはコーチと相談しなきゃいけないんですけど、でもその1の人が、じゃあ10でいいか、10、100分の10ね引く、そう、それを、その過程を見たいですか皆さん。でもさ、めっちゃ恥ずかしいよね。だって今の私でしょ、本当に喋れんもんな。でもさ、綾部さんのあのニューヨークにいたさ、もともとなんかあの方もさ、5年経ってさ YouTube 始めてさ、自分の英語出してたじゃないですか。でもね、私想像してた以上に、あ、全然喋れるじゃないですかって思ったんですよ。で、私本当にあれ以下だと自分で思って、あれっていく失礼、あの感じよりも下だと思っていて、だからめっちゃ恥ずかしいけど、でもまあね、みんなと一緒にこうやって毎日はするか分かんないけど、日々の成長を残したら、これめっちゃ自分のためにもいいんじゃないかなって思った次第であります。
だから早く今ね、そのコーチがねちょっとね1ヶ月ね日本に帰ってるんですね。だから早く帰ってきてほしい。それで打ち合わせしてちょっといろいろ詰めていけたらなって思っています。今日はね日曜日なんです。暑い暑いよ。 何度だろう、28度。なんか暑いな、いつもより。今日もねちょっと私のお気に入りスポットでお店のインスタ更新して、で余裕があったら自分のも1個更新して向かいたいと思います。ふう、何このサンローランのボードめっちゃかわというわけで今日もめっちゃ頑張ってくる。めちゃめちゃ一生懸命最大の力を使って、手を使って、ハキハキと大きな声で頑張っていきたいと思います。ではでは皆さん、また明日、バイバイ。さあ今日は忙しいかな。By myself, only me. No one can guess what I came there to see.